時を超えてく思いがある。僕は今すぐ君に会いたい。すごい、イエーイ。僕は今すぐ君に会いたい。僕は今すぐ君に会いたい。聞かせてくれ。待て、これ。僕は今一口が欲しい。このタイミングかよ。僕は。めっちゃいいね。え、乗った？乗ってない。乗ってないけど今度乗った。もうなんかやばい、変な来た。一瞬乗った。な、ナオヒさんや絶対。どうしたんすか？あー、お疲れ。ちょっと一回ヘリ乗れるかい。一回ヘリ乗れる、うん、ごめん、ちょっとなんかヘリ乗ってくれって言われたから一瞬ちょっとヘリ乗ってくるね。あ、わかった。ごめん、ちょっと怖いんすけど、何しに行くんすか。うん、ごめんよ。いや別にそんな拉致行ったりとかじゃないから。ヘリで登場する人なんてなかなか珍しいっすよ。一旦ね、ちょっと大事な話だった。本当に、はい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 、ちょっと俺もいろいろ考えてね。誰にも聞かせたくないからこんな上にいるんですか今。いやまあ実際もう察しついたかもしれんけど。そうやね。え、どういうことですか。いろいろあるんや話が。一番上のヘリポート行くわ。いや怖い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 、殺される。怖い怖いよ。いや殺さない殺さない。大丈夫ですか。うん、ギャングじゃないじゃん。どれ。確かに。お仕事の話ですか。うん、そうだね。いやまあ一応ね、手順だけど。なんでだなんでだ。長次くんさ、うん、はい、最近仕事はどう、調子いい、あのディーラーとか。 すごい調子いいです僕、実は。いやそのなんか俺一応弟子だったじゃん、覚えてる最初。覚えてます、覚えてます。あのビジネスはどうなの、儲かってんの。ビジネス地味にやってますよ、うん、なんか初心者の人に、うん、斡旋して、その後、うん、ギャの人に売ったりしてます、めっちゃ。あー、結構売り上げも出てる。売り上げは正直あんまり考えてなかったんですね。なんか、その、うん、そこから仲良くなってし、関係値で車買ってもらってっていう感じで、うん、結構ここまで上り詰めて1億貯まりました。俺ね、結構庄司君のこと好きなんだ。そうなんすか、うん、なのに、うん、なんでこんなことするんすか。可愛がってるから。歪んでません、大丈夫ですか。いやもう俺ね、信用してるんだけど、いろいろと。まあ俺の弟子でもあるし、はい、そうですね。もう包み隠さず言おうと思ってるんだけど、はい、俺ギャングなんだよね。ですよね。最近それ気づきました、うん、庄司君、そういうことなんや、分かるか。刺したかも。もう僕は刺しましたよ庄司。そういうことなんだ。刺しました。ああ、ジョーカーは俺だ。ちょっとスッキリしたわ。まあな、いろいろ罪悪感。今までずっと罪悪感であれだったんだ。やっぱ隠すのも辛いんだ、いろいろと。確かに。僕がでも舐めた口聞いたら僕のことも平気で打ってきますよね。ああ、まあ殺すな。それはもうメンツ下がってるから悪いけど。多分余裕でも躊躇なんかぶっ殺すよ。怖ー。あんまり関係値変わってねえ。逆に悪化した気がする。足とね、いける人探してるんですけどね、多分ね。そう、そこで歌ってる人いたよ。嘘。めちゃくちゃ、めちゃくちゃ。確かに。なんすか、ラミちゃん。うまっ。君の顔を見たかった。
瞳が泣きそうな声が今も僕の胸を締め付ける。すれ違う人の中で君を追いかけた。変わらないもの探していた。あの日の君を忘れはしない。時を超えてく思いがある。僕は今すぐ君に会いたい。うわーすごーい。イエーイ。いいっすね。すごい。いいっすね。ほんとね。アンコール。アンコールですか。アンコール。あー、じゃあアンコールしますよ。アンコールしますよ。誰だ。僕は今ひとじりが欲しい。僕は今ひとじりが欲しい。このタイミングかよ。僕はこのタイミング曲聴きたいんだったらあれちょっと近くに銀行やろうかじゃん。あ、確かに確かに確かに、うん、ちょっとお金あげたいなって思っちゃった。うん。こんにちは、だいぶ来ました。あれなんか聞こえる。さっきのここでロジョルめっちゃいいじゃん。すごいすごい。ちょっと待って、あれアンアンアンパンマン優しい。いや、この人絶対改心できません。この人絶対無理です。絶対無理です。この人アンコール、アンコール。はい、一回でも戻って。優しさを思い出せよ。優しさだ、思い出せよ。アンコール、アンコール。そうだ、アンパンマン泣いてんぞ。警察来てねえから早く行けよ。警察来てねえじゃねえかよ。警察来てねえじゃねえかよ。いや、大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。ダミさんが時間稼いでくれてる。ほら、見てるぞ。ほら、簡単で。これ大元で。何番？警察来ねえのよ。今日私175番です。おー、175番ね。175? さっき稼いだお金を、嘘でしょ。あ、いいよいいよ。いや、普通にチップあげるよ。今日誕生日です。誕生日、じゃあ僕もチップあげたい。今日誕生日何歳ちなみに。今日23歳です。おー、23? いいね。オッケー、じゃあ23だから230万あげるよ。じゃあ、ありがとうございます。僕もあげたい。僕もあげる。変わらないもの探していた。あの日の君を忘れはしない。犯罪者がここにいます。時間稼いでるんで捕まえてください。時を超えてく。緑髪の人。稼いでくれてる。そいついますよ、ちなみに。いいとこなんですよ。バカ、俺が抑えろ。人質の解放証言はアンコールでいいですよ。かかってる命が人質の。聞かないとこいつ殺しますよ。やめてくれ。人質の命が。あーだだだだだ。最近なんだか君からの愛がぬくなったような気がしてさ、慌てて温め直してみたけど、元通りにはならなくて、だんだん不安になってゆく心が不安ではなく呆れに変わって、君を愛する心もいつしか忘れにくしみばかり増えていた。もう疲れてしまったよ僕はさ、君を愛せる自信がない。
だらない嘘ついてみた。愛してるとそう言ったのは紛れもない君の方だったよ。それなのに別れを告げるのもまた君からなんだね。嘘つき。ができそうだ。うん、助けてほしいだ、本当に助けてほしい。解放だ、これで人質解放だ。ありがとう。やったー。